で、中、はい、中から、あ、むしろ外、ここが今一番色出てる。で、中はもうこんな感じ、全然問題なく、もう何のあれもないです、はい、何のあれもなく普通に見えるですね、はい、ビワチャンネル始まるよ、全員集合。どうすか、ちょっと俺も撮っていいですか。はい。俺回し始めたのにショートの急にショートのネタをあーいいね、いい色出てるっすよね、うん、赤系だね、赤系ですね、新色じゃないけどこういうのもあるよっていうのもあるよ。あーでもすごい、こっちも色出るね、そっち側で見ると下だけだけど、ここで見ると上も結構色出る、ね、ちょっとこれあれですね、一回日に当てたいですね、貼り終わったら外出す、そうですね、表情すごい変わるフィルムです、これ一応あの、ね、ガラスを交換、はい、そうですね、クリアガラス90、はい、クリアガラス90に交換した後、はい、ゴースト貼って、普通にこのゴーストは、貼ると透過率いきません、はいはい、70% 余裕で切っちゃいます、はい、なんですけどこれで余裕です。これな、なんちゅうフィルム、スライスライっていうやつですね、はい、グリーンにちょっと赤で、はいはい、ブルーね、いつもうちブルーばっかりだから、そうですね、ちょっと違う色でやってみようかなと。これあれだよね、ああローズか、ローズ貼ってあるんですよ、あれあのガラスリートがね、ローズ貼ってあるから、まあいっちゃ似た系統の色、まあまあまあそうですね、そうだね、ここだとこっち側は下がすごく色がついてるけど、そうですね、こうまあちょっと室内だから、うん、カメラ的にも微妙なんですけど、中から、はい、中、おお、中も全然透明です、もう全然普通ですね、はい、あ全然普通です、うん、いやこれ多分あの他のゴーストよりもよりも多分乗りやすいと思う、一番見やすい、見やすいかもしれない、でこのミラーのここはローズはね、ミラーのこのここら辺がはいはい、青く映るのよ、ああはいはいはい、すごい青く映っちゃう、はいはいはい、ちょっと乗りづらいのもあるんだけど、これは全然いけると思います、そうですね、良さそうですね、はい、うん、問題なし、あでも今カメラだとあれだと思うんですけど、肉眼だと結構出てるっすよね、うん、でこれちょっとまた、はい、あのローズ系赤系のフィルムって、IR 機能結構高いんで、あはいはい、涼しいと思います、はいはい、まあ、うちこうジムにもやってますんで、そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあちょっと外出してまた撮りましょう、はい、撮りましょう、はい、はい、外出てきました、いや、いいですね、いい、いい色出てる、ちょっと開けてみようか、開けてみると変わる、あ、ここが、あ、あの、そこだとなんか、なんていうんですか、シルバーっぽく見える、シルバーっぽい、ちょっとゴールドだよ、ゴールドも入ってるよね、ゴールドも入ってるんですけど、多分カメラじゃシルバーっすね、で、中、はい、中から、あ、むしろ外、ここが今一番色出てる、で中はこんな感じ、全然問題なく、もう何のあれもないです、はい、あれもなく普通に見えるですね、全然普通です、はい、いやいいですねこれ、はい、まあ、これあの紫外線 UV、はい、あと IR 機能も入ってるんで、まあ、うち青紫系が多いんですけど、はいはい、赤系の方が熱に対してはちょっとそっちの方がいいらしいです、あ、はいはい、でローズゴースト、はいはい、ローズだと行き過ぎるとか、はいはい、ローズここのねミラーのちょうどこの角度なんですけど、あ、はいはい、横から見た感じっていう斜めから見るとブルーに見えるんですよね、はいはい、ブルーがすごく透過色で強いんですよ、中から見た感じ、はい、でもこの辺はもうそういうのがないです、はいはい、でこれでねフロントを透過率にいけるフィルムもあるんで、はい、似た系統のやつで、これは一応まあスライゴーストスライゴーストですね、はい、スライゴーストですけど、グローとかグローゴーストとかいろいろあるんで、はい、それはそれで相談には乗れます、そうですね、はい、これで普通スズキの車ってもう貼れないんですよ、
はいはい、このスライは、はいはい、だけどガラス変えてるんで見ちゃいます。はい、あのピュアガラス90です。はい、はい、ジムニー、まあハイエースキャラバン、はいはい、ジムニー、一応その3車種ありますん で、 でジムニーは左右だけですけど、はいはい、これはでもフロントがね、透過率測ってないんですけど多分いけると思いますんで、はいはい、別の同じ系統の別フィルムで合わせることはできます。まあ、要相談要相談で、はい、まあ今日ねこのジムにバンパー交換でフロントのバンパー交換で預かったんですけど、はい、あ、メインそっちですか。メインそっちです。はい、メインそっちです。はい、じゃあせっかくだからちょっと全体映してみますか。全体映して、これがねまたねお金かかってるんですよ。かっこいいですよねこのジムに、はい、まあジムにシエラですね。あ、シエラですね、はい、はい、JB74、はい、でまあシェルリンクさんのユーキャリアかな。あ、はい、あ、そうですね、うん、あと足回りも確か同じところで入れてるはずです。いや、そして、はい、あのこのオーナーさん知ってる方じゃないですか。さすが我々の話を聞いてるのかあれかもしれないですけど、フロントにカメラついてます。多分これあの直前直下しかクリアしてるはずですよ。そうですね、これ、はい、結構いろいろポチポチやってるみたいです。はいはい、はい、いや、なかなかこの車はポチポチやって、で長く預かれるときにうちに持ってくる。はいはいはい、でそこで一気につける、一気につけるっていうスタイルで、あとせっかくだからガラスリットも、はい、ガラスリット、ガラスリット、はい、前も多分紹介入れてると思うんですけど、そうです、改めて、はい、ホネスタさんのジムニーのガラスリットで、ジムニーのガラスリット用フィルム、はいはい、はい、ショッピングサイトで出てます。そうですね、はい、でこれはローズゴースト貼ってるんですね。こっちローズゴーストです、はいはい、だからねちょっとこう斜めに見るとブルーに見えたり、そうですね、あ、ここかな、すごい斜めだとゴールドに見えたり、そうですね、ここが赤ですね、ちょうど、はい、でもガラスもちょっと赤いから、やっぱ赤いからちょうどね合う、ちょうどいい感じですね。イメージ的にはちょうどこの角度、この角度ですね、この角度が、この角度、窓も今色出てて、はい、いい塩梅です、はい、ノーマルのジムニーだと多分貼れるフィルムってないんです。はいはい、まあこのガラスを変えるとこういう風にできます。クリアガラスやるからっていうところですよね。はい、できます。でまあ一応通販もしてますんで、はいはい、多分上がると思います。わかりました、はい、で、透過率測定証明書つきますんで、はいはい、まあディーラーさんとか修理屋さんとか入れるときにそれ使ってもらえるといいって言ってくれるところもあるかなって感じですね。まあまあまあ、まあ、だから全開全部っていうわけじゃないんですけど、そうですね、一応うちでは国土交通省の定められている PT500 ってやつで測ってます。はいはい、それで透過率クリアしてますんで、びっくりするぐらいクリアしました。はいはい、3回測って3回ともびっくりしました。これまあまあこれまあまあ数値出てるんですもんね、この車。はい、ですまあまあ数値、まあまあっちゅうよりか、まあ、びっくりするぐらい数字出てるんで、だからあれじゃないですか、編集長のドアガラスまでは行ってないですけど、うん、近い数字出してるっすもんね。はい、ジムに乗ってて、まあ、ジムにとジムにシエラ乗ってる方で、ね、フィルム貼りたいなとか、はいはい、まあ、ゴースト興味がある方とかいうのは連絡いただければ、そうですね、はい、インスタグラム、ツイッター、TikTokやってます、はい、YouTube もさながら見てください。そうですね、はい、まあ、今日はじゃあね、ジムニーシエラ、はい、ジムニー JB64、JB74 適合の、ガラスピュアガラス90、はい、変えて、フィルムを貼ってみた、はい、っていう回でした。はい、はい、ぜひお問い合わせください。はい、はい、この動画がいいなと思った方、グッドボタンでチャンネル登録、通知ボタン押してくれたらいいなと思います。はい、はい、じゃあ次の動画でまた。アディオース。アディオース。チャンネル登録よろしくね。SNS のフォローもよろしくね。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれてありがとう。